皆さんこんばんは小室由里のネットでウィークエンが始まりましたはい、今週もよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい最初の挨拶が出ましたね、今日あ、ほいつもおとなしかったうんあ、本当？とこもってた大丈夫ですよ大丈夫じゃあ、早速、今日の話題でございますはい弁護士ドットコム。ちょっと薄いですけどね2月7日日曜日10時1分の記事ですねはい 彼氏とやってんの女性あ男性ばかりの職場でセクハラ横行社内で相談できずに退職と「うん、まあ弁護士 .com」ですからねちょっと、うん、社内法制とかねそういうところに寄ってきた話かもしれないですね。と、はいはい、いう女性がいらっしゃるんですけどもうその一人と。うん、はい。 すごいなこれ、複数の上司から机を足蹴りされたり「うん、お前を嫁になんてもらえねえよ」などと悪口を言われたりしていますが担当者が信頼できず会社には相談ししづらいとこぼします。うん、まあ弁護士に、ね、事務所に来たっていうことでしょうね。で通りすがりに頭をポカンと叩かれたり二の腕をつねったりされることも。 青木さんはそのどの人もスキンシップのつもりなんでしょうが「構い方が乱暴なんです」と言います。ですよね机を足蹴りされた飲み会の帰りの車内でこれですよ「うん、助手席に座っていたところ後部座席に座っていた男性女子に胸を揉まれ彼氏とやってんの?」と頻度や内容について聞かれるというセクハラもありました。うん もう完全アウトです、ね、犯罪ですすねね犯罪はいまああの男性陣でこの頻度や内容について聞かれるこれはセクハラなのかって思う人が実はひょっとしたらいるかもしれないですよね完全アウトのセクハラなんですけどまだいるいると思います。だからこういうい会社が 今でも存在するということですよね。うん、今年の2月の記事ですからね。これ男性社員が多い会社の一例と、ねはいうん、そういうことですね。うん、はい。まあ嫁になってもらえねえよ、もらってほしくねえよって話ですけども、ね。お前がいらないわ <laughs>、はいえー。はい。じゃあちょっと先先行ってみますね。で、まあパワハラ防止法というのが施行されましたよと。うん、まあ弁護士さんですから法律関係のアプローチですよね。うん、で、皆さんの職場に。 ハラスメント被害を相談できる場所はありますか、うん、2020年6月にいわゆるパワハラ防止法が施行され大企業に対しパワハラ防止措置が義務付けられましたまあ中小企業は来年の4月施行予定というふうになってますけれどもまあ大企業に関してはもうスタートしている。でその一つに相談窓口の設置があります。 うん、担当者を決めて従業員からの相談に適切に対応できるようにするというものですとよく保険会社なんかだとあのホットラインとかありますよね社内ホットラインみたいな電話番号が必ずあったりします、うん、小さな会社では相談窓口の担当者にハラスメントについての知識がなく、はい、近い存在すぎて相談しづらいという状況もあるようです。はい、これ結構なななな本質なんですよねそそうだなそうだだ うん、社内の人にこんなこと相談できないわよっていうねこれすごいよくわかる、はい、近いい存在すぎてってっうの、うんうん、私あのビジネス交流会に入ってて、はいうん、その中で私は性の相談ももちろん受け付けるんですけどはい、はい、近い存在であればある、うん、同じこう支部のメンバーさんであればあるほどやっぱり相談って正直少ないんです。うん、一番相談があるのはもっともっっととと遠いところから、うん そそれこそ県を越えて、はい、九州地方とか、うん、沖縄とか、うん、そっちの方からは「相談が来るんです、うん、ちょっとすいません小室さんだからちょっと聞いてほしいんです言えるんですけど」はい、って言ってご相談が 来るんですよね。まさにこれだと思います。はいうん、相談はしたいけれども近い存在すぎて、うん、そうなんです。恥ずかしくて言えないっていう。うん、そうなんですよね。うん、で、まあ私の実は法人さんのコンサルとかやってるんで外部相談窓口になったりする時あるんですけど、うん、実はここもう一つハードル上の問題があって、うん、それ次にあるんですけど、パーハラスメント相談窓口はあるものの。 うん、前室の青木さんも担当者は総務部長ここなんですよねうん、うん、人事担当者じゃないですか、うん、はい人事担当者にそんな人間関係の相談って持っていけますかっていうところがまずあってしかも大体相手上司ですよね、うんうん、ハラスメントを受ける相手でまあ青木さんはことなから主義の人で 普段からあまり良くない対応をしているので相談したところで何もしてもら,いかなもらえないかなと思った、うんまあ、多くこういういい環境だと思います、うんはい、でそういう場合に、まあ、どういうところに行くと解決できますよというのが一応アドバイスとして書いてあるんですけれど各都道府県の労働局またはその下部組織の労働基準監督署には総合労働相談コーナーがあり セクハハララやパワハラなどを相談できる窓口が設けられていますす、まあ、その通りですねでまた訴訟などの法的手続きを取るかどうかにかかわらず最初から弁護士に相談することも一つの手と、うんまあ、この辺はちょっと営業入ってるかもしれないとも思いますけどその場合証拠も確保しておくことが大事となる。 うん、ということですね。まあ決定的な証拠は録音や録画ですが、それ以外でも証拠になりますよという話ですけれども、まさにですねこの総務がその大体窓口になってるんですよ。う,ーんうん。まあ問題だなと。それは、はい、うん。その企業として総務にお願いせざるを得ない状況がある。いやう パタそういうなんですかねカテゴリーの動きをしているところがそこにしかないっていうことですよね。うんはい。だ役所とかそういうまあこういうの指導監督する部署と連絡を取り合うっていうとも総務部長もしくは社長しかいないという感じですよね。まあ言えないですよね。うん。う,ん、うん。例えばこれがじゃあ。はいうん この総務部長または社長が女性であったとしてもその立場に立つ女性ってうん、うん、やっぱり男性社会の中の波をくぐり抜けてきているとなると、ねはいうん、考えられるのが、うん、そんなのは当たり前のことよですねでプラスハラスメントをする人って、うん、割と社内でで力ある人ですよね <laughs> そうだな。はい、うん その部長どううしますすかっていう話ですよね今現段階で、はい、もちろん会社の中にそういう相談窓口、うん、男性一人女性一人相談員を立てるっていうのは、はい、これもやってくださいねって言われてるじゃないですか。はい、だけど現状その男性一人女性一人を立てたところでですよ、うん、この人がハラスメントに対してどう考えているのか、はい、その人の ジェンダーがどうなのかとか、うんはい、それまでのこう性的な考え方がどうなのかによってものすごく変わってくるから、うんはい、あまり建設的な話では正直ないのかなと、うん、むしろ外に出してしまった方が今現状でででははいいのではないのななかと、はいうんうん、そうなんですよ、うん、でこの辺の制度ってまあ78年前ですかねあの 20名以上の事業所にはストレスチェックを義務化するっていうような法令が始まってで本,当は本当だったらもう去年か一昨年にはですね中小企業もそれが義務付けられる全事業所が義務付けられるって最初話だったんですよねでもまあいろいろ紆余曲折してでもう本当にですね なんて言うんんててううだろう迷走しちゃってるんですよね政府の方針っていうのもう衛生委員会っていうのを置かなければいけないとか、うん、産業医を置かなければいけないとか、うん、そういうのもいろいろ設けられていてでストレスチェックをした後に何かあの ちょっと気になるポイントがあったところはあった方については産業医の指導を受けなきゃいけないとか心、うんはい、療内科の検査を受けなければいけないとか、うん、そういう決まりがあってたりあったりとかもするんですけどそれで逆にみんなうつになっちゃったりとか、うん <laughs> うん、そういうケースがものすごく増えてきてるのがきてるんですようん、うん、だからもうちょっとですねうん。 政府の方針がこうっていうのが、まあ、いつか固まるかっていうともう相当難しいような気もするんですけど、うん、まあこういう民間に行くっていう相談するっていうのも一つの方法なのかなとか思ったりもしますね今ここでじゃあ何か解決策をって思ったら、うんはい、やっぱり弁護士さんにまずは相談してみる。うんはい 依頼するしないではなく、無料相談から始めてみる、うん、っていうのが。一番現実的な話になるのかな、はい。そうです。すね、であの弁護士さんって。あの行くとお金かかるじゃないって思うと思うんですけど。うん、実はあの厚生労働、えー。厚生労働省、厚労省のサイトには。あのハラスメントの相談窓口一覧みたいなのがあって。うん、でそこに。 方テラスっていうところがあったりします。方、はいうん、テラスっていうのはあのお金をかけずに無料で相談に乗ってもらえるところです。うん、はい。でまああの都道府県とかで区切られてたり区切られてたりするので、えー、じゃあ遠くの地方の例えば神奈川県の人が都内の ホテラスでかかかるとかそういうのはなかなか難しいんですけれど、うんうん、まあ少なくともそういう無料で相談されできる窓口はあったりとかして、うん、でまたそのハラスメントの相談窓口についても本当に一覧でも何十個も地域ごとにこういうものがあるとかいうのが載ってるので、うん、まあ会社弁護士お金かかる弁護士っていうのよりはそういうところに幅広く。 存在している相談サービスがあるので、その中から自分が合いそうなところを選んで。行くのが一番いいのかなっていう気は。個人的にはしてますけどね。うんうん、はい。うん、まあ、自分に合うところを探すっていうのも、なかなかね、はい、時間がかかることなん。うん、ね、大変だと思うんですよ。そうそうただ。うん、で、行ってダメなら、変えればいい。そう、<laughs> はい、そう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 。うん。その労力をかけないといけない。今の時代だと。うんはい 思うんですよね、はい、すぐには変わらないしハラスメントって言われてるのもこここ年ぐらいのことでしょ、うん、そしたら私たちとしては今変えるべきことなんだ、うん、これは私たち全体の問題、はい、個人の問題じゃなくて社会の問題として動いていくっていうことも私たちに課せられたある意味使命なのかなって思いますよね。はいうん うん、でまあこのですね最後にあの私の方からはですねあの「証拠も確保しておくことが大事となる」で録音や録画が決定的ですがそれ以外でもってそのそれ以外についてもいろいろ例が挙げてあったのでそれをご紹介しようと思うんですけど LINE のやり取りとかですね「LINE、うん」えー「SNS」うん、その, SN のやり取りでの、まあ、セクハラ発言。 も証拠になるし手紙や日記に書き留めておいた場合でも記憶で話するだけよりはよっぽど証拠能力になる、うん、また心身に不調をきたしている場合なんかには、うん、病院の診断書やカルテなんかでも証拠となりますよというアドバイスが一応書いてあったので、うんうん、ご紹介しておきたいと思いますはいはい、ご機上の空論になっちゃうかもしれないんですけど、はい 女性同士でそういうハラスメントがあったっていうことをシェアできる場所一人で抱えているっていうのもまた一つこれ問題なのでそういうのを安心して話せる場所に行くっていうのも一つ手だと思いますもしこういうね女性同士が安心して話せる場所っていうのを作る時に 一つ気をつけたいなと思うことがあるんですけど、はいうん、愚痴にになならないようにするるあ,<ー>あくまで事実を述べる、はいうん、どうしても女性同士で愚痴になると、うん、そこから今する時期になってしまって、うん、問題解決につながらないっていう場合が多々ある。うん、なので話すことは事実を述べるそしてそれに対して建設的に、うん 女性の視点から解決するためには何が必要かっていうのを話し合う場所を作っていくっていうのも本当ね気丈の空論になってしまうかもしれないんですけれどもご提案させていいたただきたいなと思います、うん、な大事ですねあの職場のストレスとか職場のトラブル、まあ、体のトラブルとかいうのと、まあ普段向き合っていると。あの 例えばその美容師さんとか利用師さんの手のの手アレルギーの問題ですよねそういうのがあったりとかしてでそれをでで立証すすするのってすごく大変なんですよね、はい、体質の問題もあるので、うん、ただそれをある医療業界の人からこの間アドバイスされて、はい、もしそういうことがを解決していきたいと思ったらこういう時にこういうアレルギーが出た。 でこういうふうに変えたらこうううなったでこういうこいとをした時に今度はこういうふうに荒れたとかいうのを日常的にいちいいいいちちメモを取ったがそうすると相談された先生の方も原因が分かりやすいしどういう時にどういうふうになったのかっていうのがもう事実として理解できるんで診断書も書いてもらいやすい。 うん、っていうような話をされたんですねやっぱりそういう事実の積み重ねっていうのを自分で記録していって問題解決に持っていくっていうのはすごい大事だなってその時に思いましたねはい。政治と似てるなって思ったんですけど、うんはい、自分の一票なんかで社会が変わらないって、うん、でもその一票が積み重なったら、うん、ウェーブって起こるじゃないですか、はい、うん。インターネットもそうですよツイッターもそうですよ、うん、自分一人の意見だったら変わらないけどそれが、うん 何万リツイートもしたらもしかしたら社会変えるかもしれないですよね。それとと同じだと思います、うんはい、一つああの職場のハラスメントね多分まだなくなっていくっていうのは少し難しいのかなとは思ってはいるんですけれども大企業は結構もう取り組んでいってるのは言っているんですよね。うん、だからまあ あの全日本の国内の8割から9割と言われる中小企業の方ですかね特に男性が多いような社会でもうちょっと社会が変わっていく糸口が見つかる対策が相談窓口としてできるといいな、まあ、ただたくさんありますんでね相談窓口は、うん、本当に厚労省のページで一覧見てみていただきたいと思います。うん、はい、うん っていうふうに、私がなんか言い切っちゃいましたけど、<laughs> あの、まとめていただきたいと思います。はい。はい、すぐには変わらないと思います。うんうん、ただすぐには変わらないと言って、諦めたら、何も変わりません。日々の積み重ね、第一歩、をこれから私たちが気づいていく。という時代だと思って、行動していきましょう。以上です。ありがとうございました。はい。えー、今週の。小室よりのネットでウィークエンダー。 このあたりでおしまいにしたいと思いますありがとうございましたありがとうございました